完璧音シノモンマスターに渡リーダーたちの痛い痛いの好きカラスは光り物ビーチで激写比類なき友カラスは光り物が好きカラスは光り物が好きカラスは光り物が好きエピソード選ぶのよ。急に何ですか？こら、おやめなさい。今の声はレオさん？どれにしますか？いざ尋常に勝負レオ参ります。5、4、3、2、1 Here we go。 ゆうやきさん、どういうつもりですか？すみません、私何かしましたか？あなたのカラスに先祖代々伝わる金のブローチが取られてしまったのです。あの子がそんなことを。私の大事な宝物です。お返しください。ブローチを取り返します。よかったです。またつまらないものを切ってしまいました。
行ってきます。レッツスプラッシュ。相手にとって不足はないわ。4 3 2 1、レッツスプラッシュ。ないない、私の刀がない。あそこでくるくる飛び回ってるカラス持ってるで。カーカーと小バカにして、えい、成敗してくれるわ。やめてください。あの子は私の友達なんです。そうなのか、ならお前が何とかしてくれ。あかん、あの子私が怒ったからおへそを曲げてしまったのでしょうか。ホムラさん、すみません。取られたものは取り返してお返しします。リーダーですから。レッツスプラッシュ。ドキドキ。5 4 3 2 1、 Here we go。 もっともっとくっついて。そこそこを先っちょで待った。あの子ヤマナさんのティアラをつっついていますね。どうしたの？リオナちゃん、今忙しいんだけど。ちゃん、私の友達がご迷惑を。すぐに止めます。やめちゃダメだよ。せっかく気持ちよくなってきたところなんて止まんないよ。アヒー、カラスがリョーナさんのティアラを持って出てしまいました。カラス、あなたは私が更生させてみせます。よかったです。
します。あのカラスはどうやらキラキラしたものを狙っているようですね。ですから購買部から光り物を買えるだけ買ってまいりました。さあ来なさい、今度という今度は逃がしませんよ。ここまで人に迷惑をかけるなんて、友達ながら悲しいです。私も覚悟を決めました。倒す覚悟で参ります。釉薬さん、あなたは武器を手にすると。てめえ、このトリコンがこの俺に逆らうなんて、いい度胸してるじゃねえか。仲間がやられたようだ。力が足りない。やっ、そりゃ、いや、だ、いや、
喧嘩したお詫びに光り物を集めて仲直りしようとしたのですね。その友情こそがお前たちのキラキラだな。もう許すから、早く私のパンツ返して。本当にごめんなさい。これからもよろしくお願いしますね。またつまらないものを切ってしまいました。比類なき友、カラスは光り物が好き。シノモンマスターに私はなる。カラスは光り物がサマフェス。エピソードを選ぶのよ。よろしくお願いプリ。いいえ、自信を持ちましょう。私なら優勝できるはず。そして正義を極めるのです。ユミ、頼みがある。いや、やっぱりいい。
したのでしょうか。ウラクモさん、何か言いたげでしたけれど。いつの間にこんな時間に。急がなければなりません。早くパートナーを見つけないと。ご自由にお選びになってください。どれにいたしましょう。私にはわからないプリ。悪を滅びる運命。妙妙たる評価、誠に感謝いたします。より高みを目指しましょう。
参ります。レッスプレッシュ、我こそが大道寺、武を極めし者なり。3、2、1、 PBS 大道寺さん、サマフェスのパートナーになってもらえないでしょうか。いいな、そのようなものに興味なし。我が望むは強さのみ。お言葉ですが、今の時代可愛さも強さです。なぜなら可愛いは正義だからです。なるほど、つまりどういうことだ。語尾にプリをつけていただけないでしょうか。ゲセヌ。違います、ゲセヌプリです。それが強さ、それで正義だというのか。そうです、プリ。もっとサービスカット。ダン、おっと、これは痛い。現れたか、新たな友か。プリ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 。ユミオ、どうだ。大道寺さん、残念ですが、そのプリの使い方は間違っています。参ります。それでは参りましょう。日陰、参る。5、4、3、2、1、 Here we go。 どうしましょう。いつまでもパートナーが決まりません。わしが相手を選んで、わしと組むか。日陰さん、本当ですか。でもな、今回はわしも本気なんだ。だからまずは試験や。わしの相方にふさわしいか試させてもらっていいか。わかりました。じゃあ、行くで。サンバー。残念やけど、ユミさんからはサンバ魂を感じられへんな。そんな…また違う人を探さないと。参ります。私の正義をお見せしましょう。本当にやる？
5 4 3 2 1 Here we go! ユミ、まだパートナーは見つからないのか。はい、これではフェスに参加できません。私はどうすればいいのでしょうか。それなら、やはりだが、ムラクモさん、すまない、我では力になれないよう。私のパートナーになってもらえませんか。ユミ、本当は我もフェスに出てみたかったのだ。だが般若の面をつけた我と出てしまったら優勝は難しいだろうからな。そんなの関係ありません。真の可愛さとはお面ごときで揺るぎはしませんから。いや、しかし可愛さとはプリです。プリなのか。そうです、プリです。こんな感じでプリプリ。はあ、村久保さんもフェスに出たいんですよね。でしたら恥ずかしがらずにご一緒に。ほら、プリプリ。それではダメです。もっと心を込めてプリプププププリ。いいです、素晴らしいですよ村久保さん。でも、もっともっと、あと一息であなたは羽化します。羽化。あなたはさなぎから出して真の月の可愛らしさを身にまとうでしょう。その時、面の有無など無関係。あなたはきらびやかに輝き、舞い、そして私と共にサマフェスで優勝を果たすのです。わかった。よくわからぬが、そこまで言うならお前を信じてやってみよう。プリー、もっとプリー、プリー。より高みを目指しましょう。カラスは光、サマフェス。
あやめの商売繁盛エピソードを選ぶのよ。あやめ困ってしまいました。どうしましょう。なんにも思いつきません。あやめちん、そんならマジ私に任せて。しきちゃん、購買部の目玉商品は同人誌だよ。同人誌ですか？夏コミとか冬コミとか知らない？いっつも超盛り上がってるんだよ。だから忍び学生の子たちを主役にした同人誌を出せばマジ大繁盛間違いないって。あ、でも私漫画とか小説は書けませんけど。読んだか。シナリオを書いて、我がそれを漫画にしよう。そうと決まったらネタ探しにレッツゴー。はい、目指せ大ヒット新商品です。任せておけ、あやめ。購買部の売り上げは我らが守る。キュンキュン、とっても心強いです。
本気を見せて。とってもワクワクしてきました。彼らの同人誌作りのネタを提供してもらうぞ。え？じゃあとりあえず激しいセクシー要素のネタをいただいちゃいますか。了解です。そうね、びちょびちょになる。とても冷たいです。と、ヨミお姉ちゃんが候補を染めてつぶやいた。暴れてもらいたい。その躍動感を我が参考にする。分かった。
祈りいっぱい暴れるね。無邪気に遊ぶ彼女を見て、私の心は次第に癒されていった。そして彼女に対する感情も徐々に。ジャこれはちょっと、どうかな。なんで？なんでなんで？ギャグにしかならんな。うん、ギャグはね、ちょっと。おい、なんだかよくわからないが、失礼な気がするぞ。今しめ様より生まれ落ちし最終兵器、彼女は人々に恐怖を与える存在として誕生した。なんだそれは。人身用のネタが集まってきましたね。イム、パンツを見せなければお前は同人誌に出してやらん。結構だ。
目玉の同人誌はカツ姉様を題材にしてほしいんです。ん、何のことだ。クライアントの要望にできるだけ応えに行くのよ。あやめさん、どんなシナリオにしてほしいって。もちろん私とカツ姉様のラブラブストーリーです。あやめ、急に抱きつくんじゃない。これも購買部のためですから我慢してくださいね。コボさんだ。これでネタは十分集まりましたね。誰が勝つのか完全に予想外です。こんなものを購買部で売れるか。ミスター K さん、これは18禁だろ。すべて処分させてもらう。あやめの商売完璧を求めてエピソードを選ぶのよ。貴様今何と言った。ソウジ、それがお前の名前か。で、私とお前が知り合いだというのか。どうしてもお前のことが思い出せん。貴様、それは冗談で言っているのか。冗談なら笑えないぞ。本気ならもっと笑えないがな。待っていろ。もう少しで思い出す。
許せん、許せんぞホムラ。貴様に必ず私のことを認めさせてやる。ホムラに勝って私は真に完璧な存在となる。そのためには奴を私の力を認めさせる必要がある。待っていろよホムラ。選ばせてやる。どれにするんだ。私の方が強いのは確かだ。まだ努力が必要だな。島でも噂になっている。まあ妙にこじらせたナルシストって噂だけどね。私はこじらせてなどいない。まあどっちにしたって超ナルシストなのは間違いないでしょう。自分で自分のことを美しいって言うとか。本当のことなのだから仕方ありません。貴様も私に見とれるがいい。じっくり見させてもらうわよ。ただし狙いは外さないようにだけどね。はっ、
残念。やっ、まだやれるのに。惨め。ね、両軍集中力はなかなかに脅威だ。まあ私の方がすごいのは間違いないがな。まだ努力が必要だな。さあ、行くぞ。まだまだ若いもんには負けないよ。4321 PBS。 あんたが掃除か。なかなかの強者だと聞いているよ。私の衣装が伝説の死ぬジャスミン。ようやく私の相手にふさわしいものが現れ、存在じゃのう。だが力があればその存在さも皆に受け入れられよう。絶対強者は他者の強化に気にしない。私だけの私の強さを知っていれば。おかしいな。ならば本来の執着などありえんはずじゃがね。うるさい。あの女は特別だ。やっ、これでいける。一本取られたね。ハレンチだね。本来の執着か。完璧なはずのこの私が。まだ努力が必要だね。完璧にこなすぞ。今の私に勝てるものなどこの世には存在しない。宴に舞い散る。5 4 3 2 1 PBS ラウンド。確かにホムライの執着が捨てられる。ならば、お、悩みがあるなら相談に乗ってやるぞ。三神楽三姉妹の連絡、貴様に相談など。そうかい。だったらじゃあな。ま、待て、あっさり聞くな。一応話ぐらい聞け。なんだよ、どっか。燃え尽きちまった。私の悩みを見抜くと殿下なかなかの目を持っているようだ。少しは貴様から学べたぞ。貴様も
私から多くを学べ。私の戦う姿は美しいだろう。私のことを思い出したのか。一度刃を交えた者の名は忘れん。いや、たまには忘れるけど、こんな感じで最後には必ず思い出す。貴様に覚えたのは無理だ。それは私が未熟だった。今ならそれを認めることができる。プライドの塊だったお前が随分と変わったもんだな。勘違いするな。私はいつだって完璧だ。今まで、これからも。ほう。だが、私の完璧さをさらに磨き上げる。私の衣装だ。そんな、もっと本気、本気を見せて。そんな、しょう。勝てたぞ。これで私は真に完璧になったのだ。私の戦い姿は美しいだろう。なぜだろう。どうした、掃除。私に勝てて嬉しいのではないのか。今回勝利したところで、貴様に敗北した過去が変わるわけでもなし、別段喜ぶことでもない。どうやら私は完璧な境地へとたどり着いたようだ。なんだいきなり、失礼なやつめ。何回か勝ったぐらいで完璧？甘いな、ソウジ。笑わせるな。上昇など忍びの世界にない。完璧な強さがあるとしたら、それは負けを乗り越える心の強さだ。ホムラ、悔しいがお前に教えられた。感謝する。いや、気にするな。負けを乗り越える心の強さか。ホムラ、今まで随分と負けてきたんだな。出なければそんな言葉は出ないだろう。はあ、
それは話のあやでだな。ホミラ、二度と私のことを忘れるなよ。あやめの書完璧を求めて